どうもお疲れ様です。今回の暗号通貨ニュースは大暴落ですよね。えー、現在大暴落が止まらないわけですけども、本日4月24日令和5年の朝5時のニュースをまとめてお話ししますと、やっぱり一つにはね、暴落の原因としては、えー、仮想通貨などの金融商品の特徴にありますかね。アメリカとか中国など経済大国、 この中心となっている先進国の情勢ですとか、仮想通貨に対する政策っていうのに多くは左右されるんですよね。まあ直近ではね、あの、えー、SEC の裁判がどうなるかってことが想定になっていて、期待感からどん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 価格が上がっていたんですが、そこを狙うようにね、先日の大規模なハッキングがありまして、これメタマスクを中心に資金が流出してるみたいなんですけども、どうもですね、 非常に低い確率でしか破れられないとされていた仮想通貨のウォレットの暗号パスとかね、パスワードが破られ始めたらしいんですよね。まあ、そういったことに端を発して、えー、どん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 資金がわけのわかんない方向に出ていって、しかも決済された暗号通貨が法定通貨に変わるということがありまして、えー、現実の、まあ、為替相場も ちょっとわけのわかんない動きをしていたところがあったみたいです。まあこれは想像に過ぎないんですけども、大規模なハッキング集団がそのハッキングに成功してですね、その資金をどん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 こう法定通貨に変えていったんではないかなというふうに思われます。まあこういう話は脇に置いとくとして、一般的な 大暴落の原因として、先進国の政府が仮想通貨に関するポジティブなニュースを発表すれば、買い圧力がかかり、仮想通貨の価格が上昇するわけなんですけども、やっぱりね、上昇があれば暴落もあるわけなんですよ。ネガティブなニュースを発表すると、売り圧力がかかって仮想通貨の価格は下落するわけです。つまり今回のハッキングのニュースを、まあ、大体的にはないんですけども、既存の大手メディアの方に、 ま、少しね、発表された時に、えー、暗号通貨のホルダーさんが不安で手放したところがあったかなっていうところですね。はい、続きましてですね、有名なコインデスクジャパンからのニュースをちょっと引っ張ってきたんですけども、ベテランユーザーの方が随分と被害に遭ってるみたいです。まあ、ベテランユーザーさんっていうのは、まあ、そのね、えー、暗号通貨の取引所なり、ウォレットを長期でもう保有している方とも言えます。まあ、定期的に、 そのキーを変更していたりとかね、セキュリティにかなりのコストをかけていた方は、まあそれを避けられたのかもしれませんけども、実際にですね、ウォレットなるものを作るとして、その暗号キーなどっていうのは、ウォレットの管理会社の方にも保管されてるわけなんですよね。まあですんで、そこを破っていくっていう方法があるみたいです。記事をちょっと進めてみましょうか。古くからの、えー、仮想通貨保有者の間で厄介な問題が発生しているようだ。 ウェブさんインフラの最も重要なパートの一つに影響が出ているメタマスクだということですね。メタマスクの中に暗号通貨を保有している方は被害がだいぶ出ているみたいです。5000インサリアム以上、約1050万ドル。日本円にして10億を4億円ですかね。で、相当が12月以降様々なノン、 カストディアルウォレットを使っているベテラン暗号通貨保有者たちから盗まれたということでこれは今までも被害が続いています暗号通貨に懐疑的なニュースサイトプロポスが、えー、イーサリアムウォレット管理ツールマイ、えー、クリプトの創業者テイラー・モナハン氏による非公式な調査を引用して伝えたということですね 寝られるベテランたちって書いてますけども、これがよろしかったらね、記事の方を読んでください。私があえてここ朗読するまでもないです。あの、ベテランほど脇が甘くなっていたっていう例ですね。まあ、ベテランの中でも超ベテランで、セキュリティに対してものすごくね、新規張り巡らせている方は今回被害に遭ってないみたいですけども、やっぱり中級クラスですか。 まあ何を持って中級クラスかっていうのはね、ちょっとわかりませんけども、まあ資産額にしてもう数兆円とか持ってる人じゃなくてね、やっぱりこう、数億円とかね、10億円前後みたいな方が結構被害に遭ってるんではなかろうかと考えております。で、リカバリーフリーズがね、やっぱ漏洩いしたみたいなんですよ。どっからだってことなんですけども、まずはパソコンに侵入してリカバリーフリーズをそのパソコンの隅の隅から盗んでいくっていう方法があります。まあですんでデジタルデータでパソコンの中に えー、こういったリカバリーフレーズを保管するのは非常に危険なんでやっぱりね、えーうんまあ、アナログな紙に書いて金庫に入れておくみたいな方法がいいみたいですねで盗まれたのはイーサリアムが大半だということなんですけども実際にその他の暗号通貨も価格が下がってるのは何かっていうと分かんないけどもちょっと退機しておこうかなっていう動きが出ていたってことなんでしょうね うんまあ、それ以外のニュースは特に入っておりませんでもこういったニュースサイトって本当に調査能力が高いですよね大したもんだなと思います、はい、え今回は以上ですかねはいありがとうございました